皆さんこんにちは。さっさっさと情報がよくわかるサギーチャンネルへようこそ。声のする方に進化するワークマン社外取締役のサギーです。今日ご紹介するのはこちら、ザザン。こちらですね、ワークマン女子限定での販売で、普通の路面店のワークマンとかだとあんまり売ってないと思うんですけども、レディースのめちゃくちゃシンプルな T シャツがお値段お安く出ております。こちらパック入りで780円というものと、あとこちらなんと2個セットで980円、1枚なんと500円しないというね、こちらの T シャツいろいろ見ていきたいと思います。シンプルな T シャツ探している方必見です。それでは楽しんで見ていってください。はい、それではまずこちらの1枚780円の方から見ていきましょう。お店ではこんな感じでね、パックに入って売っています。こちらはね、レディースのみの感じですね。デイズ撥水ベーシックティー半袖で、今回私は L サイズをチョイスしてみました。で、こちら素材がポリエステル65の綿が35入っているということで、まあ、ポリエステルが入ることで、サラッとして乾きやすかったり、あと型崩れのしにくさがあって、で綿が入っていることでふんわりとした生地のね、柔らかい感じなんかもあるんじゃないかなと思っております。でこちら機能としましては耐久撥水ついてるんですね。 T シャツこの値段の780円で耐久撥水がついている。あと EGK ということで、まあ、アイロンかけなくても洗いざらしのままで着てもそんなにシワがつかないという感じでしょうね。ディアマジックダイレクト加工、耐久撥水加工を施した1枚で着られる撥水 T シャツということで、まあ、梅雨の季節の雨の日であったりとか、まあ、水事とかでね、お水がちょっと食器洗いとかしててお水跳ねたよなんていう時にも使いやすいというところでしょうか。裏側こんな感じになっています。こんな撥水、ちょっと後で撥水もやってみましょう。でサイズが M と L と LL の3展開になっています。じゃあ早速開けてみましょう。はい、開けてみました。あ、結構生地の感じはしっかりしてますね。全然ペラペラしてない、しっかりしてます。しっかりしてるし、なんかこういうリブのあたりもしっかりしているので、洗ってなんか1回で伸びちゃったとかそういうことはなさそうですね。で特にここにワークマンとか書いてあるわけでもなく、もうベーシック T シャツとしか書いてないところもポイントが高い。シルエットは本当にカジュアルな、むしろちょっとボーイズというかメンズというか、その女性らしいシルエットがうんぬんというよりは、本当にごくごくシンプルなカジュアルな T シャツが欲しいんだよねっていう方に、なんか普通にデニムとか合わせたらね、すごい素敵に着られそうなシンプルな T シャツです。襟ぐりも結構詰まっている感じかな。あ、でも生地すごいしっかりしてるよ。ちょっと撥水が気になるから撥水やってみましょうか。ちょっと撥水能力見てみますか。おお、すごい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 、こんな感じで、おお、 T シャツなのに水がすっごい転がってんの分かりますかね。これすごい撥水や。これ雨の日とほんと水事の時にめっちゃいいね。お風呂掃除の時とかもほら、シャバジャバとかさ、ちょっとさかかっちゃったりするから、すごい撥水能力です。はい、というわけで着てみました。163センチで L サイズ、レディース L サイズを着用しています。形もうほんとごくシンプルで着やすいですね。多分誰でも似合う感じの横幅。ただね、なんかワイドシルエットとかそういう感じじゃなくて、本当にまあジャストサイズで着るのにいいサイズ感といった感じですかね。袖の長さも、まあ、長すぎず短すぎず、まあ普通のね、長さという感じ。首はやっぱりね、やや詰まり気味な感じですね。ただね、ちょっとこれね、特に今光をガッと当てているんですね。ライト使って当ててるんで、ちょっと今下にベージュのキャミソールを着ているんですが、ちょっとこの辺の透けが気になるかな。ちょっと気になるね。ベージュ着てこれだからなかなかちょっと肌の感じが、やっぱ生地がちょっと薄いのかなという感じは否めないですね。ちょっとキャミソールのこの辺りの線なんかもちょっとくっきり出ている部分があるので、ちょっと透け感は気になるかもしれないですね。もうちょっと気になる方はもう割と私は今この辺のラインのキャミソールを着ているんですけれども、気になる方はもうちょっとね、詰まってる感じのキャミソールを着たりなんかした方が、透けにくい感じはあるのかもしれないです。
ただね、すごく気持ちいいです。生地感的には気持ちいいので、すごく肌触りもよく、体に馴染む感じなので、お家で着るね、ウェアとしてもいいし、まあ、なんか透け感気になる方はなんか上にね、シャツ1枚羽織ってもらうような着方なんかでもいいんじゃないかなと思います。なんか家事の時にめっちゃ使えそうだね。本当に撥水も効いてるしね。じゃあちょっともう一つの方行ってみましょう。はい、そしてこちらがもう一つのですね、多分レディースの T シャツでは最安値だと思います。結構メンズだとね、やっぱパックに入って499円とかあるんですが、レディースで最安値でしょう、2枚パックで980円でございます。商品名デイズ T シャツ 2P で、サイズがなんかちょっとお店に袋から出していろいろ ML、LL って置いてあったんですけれども、なんとなくね小さめに感じたので、私ちょっとゆったり着たいので LL サイズをこちらは用意してみました。で、素材がですね、これね、実は素材というか天竺の生地、天竺っていわゆるもう普通の生地ですよ。こういう T シャツの生地が天竺で、あともう一つワッフル生地、これワッフルになってますね。で、この2種類がセットで入っています。で、両方ともですね、天竺の方はポリエステル 100%、 そしてワッフルの方はポリエステルが 95% のポリウレタンが 5% 入っているということで、まああれですね、ポリウレタンが入ることでちょっと生地のストレッチとか伸びが感じられるっていうことですかね。で、こちら商品番号が440032になっております。じゃあちょっとこちらも開けてみましょう。で、こちらはやはりこの値段の関係上、特に撥水の機能とかはついていないようです。はい、まずこちら天竺の T シャツですね。襟ぐりの感じは今着ているこちらよりも、ちょっと開いているような感じですね。あと多分リブ の幅も細いです。リブの幅も狭い、こっちの方が多分リブがしっかりしている感じですね。よりこっちの方がちょっと女性らしいシルエットになるんじゃないかなという感じで、生地はポリエステル 100% っていうことだったので、なんかスポーツ T シャツみたいにテラテラトロトロしてると嫌だなと思ったんですけど、なんかね、生地はね本当にコットンライクな感じの、コットンのような風合いのある柔らかい、ポリエステルといった感じになっております。で、もう一つのワッフル生地の方がこちらでございます。ワッフルの方がどっちかというとシャリ感みたいな感じがありますかね。これも襟ぐりの感じ一緒です。多分このリブの長さも同じ形、形的には一緒で生地違いということですね。じゃあちょっと着てみましょう。はい、着用してみました。こちらレディースの LL サイズにしてます。 LL だけど横幅は意外となんか少しゆとりはあるけど思った以上の大きさはないので、やっぱりちょっとこっちはタイトめな作りな感じがしますね。個人的には LL にしてちょうど良かったかなという感じでございます。で、こっちの方が襟首が少し空いている感じと、あとやっぱり透けるな、肌が透けてしまいますね。やっぱり透けるんだな、生地がちょっと薄いんだな。こっちの方がさっき着たやつよりもなんとなくテロッと、素材も違うんで、下に落ちる感じのシルエットにはなるのかなという感じ。ただね、やっぱりね、ここがね、肌が透けるんですよね。やっぱ生地がちょっと薄いのかな。だからもう、上に何かを羽織るであるとか、もうインナーとしてなんか着る、部屋着として着るみたいな、とにかく部屋着用に安いのが欲しいとか、なんかそういう方に向く T シャツなのかなっていうのが本音のところでございますね。でも逆になんかこういう薄手な感じだから、本当に夏の暑い中部屋でだらっとくつろぐとか、もうパジャマみたいにしてしまうとかいう感じには、すごくね、着やすい1枚だし、何より値段が本当に安いからいいかなとは思います。はい、というわけで今度は、ワッフル生地も着てみました。こっちの方がちょっとシャリ感というか、生地の、生地の感じがね、少しやっぱり異なりますね。で、全体的なシルエットの感じとしては一緒。そしてやっぱり気になるのが、やっぱここの薄さですね。やっぱり透けますね。ワッ
ッフルだろうとなんだろうと透けますの で今ちょっとねオンラインストアの口コミをチェックしてみたら14件ぐらいついていて、やっぱり透けるのが気になるとか、でも逆に透けてもいいから、でも2枚セットでこんな980円で買えるのも他のお店で絶対ないから、もう部屋着としてはもうベストなコスパですっていう書き方をされている方が多かったので、もう本当になんか部屋着としてお安い服を探している方にとってはね、やっぱりお値段重視で非常にいいかなと。あとまあ薄手なんで本当に肌に合って動きやすいパジャマなんかにもしてもすごく着やすいっていうのもあるので、まあ、どちらかというとおしゃれで着るというよりは部屋着としてね探してる方とか、家事するときに着る1枚もう最悪汚しちゃってもいいやみたいなね、特に赤ちゃんとかねお世話されてる方、赤ちゃん吐きこぼしとか結構あったりするから、なんかもうとにかく洗い替え用で何枚か欲しいみたいな方にいい T シャツなんじゃないかなと思います。はい、ちなみに一番最初に着ていた T シャツに今着替え直したんですが、これはね生地がしっかりして透けにくいんですよ。これは、去年の動画ですごい再生数回ったんですけども、全女性におすすめしたいソロテックス使用レディースシーンレス T シャツっていうやつなんですけど、これ980円で袖の感じもちょっと可愛かったり、あと結構合わせるものによってカジュアルな感じにもなったり、綺麗に目にも着られる T シャツなんで、外に着ていく生地がしっかりめの T シャツが欲しい方はこの980円のがいいかなと思いました。こちら別動画で出してるんでよかったらね、詳しくそちらもチェックしてみてください。はい、というわけで今回はですね、ワークマンのレディースのめちゃくちゃ安い T シャツを3つご紹介いたしました。やっぱりねこの2枚セットで980円とかっていう値段はワークマンの中でも最安、多分日本の衣料品メーカーの中でも最安のね、もうラインだと思いますので、ぜひですねお家用のウェア探している方、なんか白い T シャツ急遽必要になったけど別に高いの欲しくない、安いのでいいよなんていう方にはおすすめの T シャツになりますので、ぜひですねお店でチェックしてみてください。で多分路面店の普通のワークマンとかワークマンプラスは置いてなくて、多分ワークマン女子限定のね、ワークマン女子だったらショッピングモール内の店舗であるとか、あとは路面店のねワークマン女子でも売ってますので、ぜひぜひチェックしてみてください。私のチャンネルでは他にもですね、店内レポであるとか春夏商品の新作の紹介もしております。そちらも合わせてご覧ください。あともう一つのチャンネル、サギーのキャンプチャンネルではワークマンのキャンプギアの紹介やキャンプ場の紹介もしております。そちらも合わせてご覧ください。今回の動画が良かったという方はいいねボタン、チャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画ですぐお会いいたしましょう。またね。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。もう一つのチャンネル、サギーのキャンプチャンネルもぜひチェックしてみてください。 Twitter、X、Instagram、TikTok もやっておりますので、ぜひそちらもフォローよろしくお願いします。